6対0と西武の大手に待ったをかけたかに見えました。しかしその裏、1ヶ月半ぶりのマウンドでシリーズ初先発の高野が息切れします。秋山のフォアボールに続き、清原へのデッドボールでノーアウト2塁1塁。デストラーでは打ち取ったものの、石毛にもフォアボールを与え満塁。ヤクルトベンチは第3戦で好投した金沢をマウンドに送ります。ここから西武打線が金沢に畳みかけます。3連打を含む4本のヒットでたちまち6対5と1点差に迫り、金沢をノックアウト。野村監督、投手交代の遅れを悔やみながら3人目伊藤にスイッチ。なお2アウト満塁でこの回2打席目の清原。伊藤、絶対絶命のピンチを強気の内角攻めで切り抜けました。1点を追う西武は7回、デストラーデから。高めの釣り球を力で弾き返しました。シリーズ3号のホームラン、西武同点に追いつき、試合は第1戦について延長戦に入ります。延長10回、ヤクルトは池山から。無心で打席に立てたという池山、西武の抑えの切り札、塩崎のストレートを完璧に捉えました。池山のシリーズ初ホームランが最高の形で飛び出し、ヤクルト7対6と再びリードします。今日も伊藤、第2戦のスライダー中心からストレートを主体にした組み立てで西武の反撃をかわし、結局7対6でヤクルトが勝ちました。デストラーデの守備の不安が出てしまいました。西武ベンチは守備位置の変更を決断。デストラーデをファーストに回し、内外合わせて5カ所の守りを変えました。ピッチャーも審判に変え、バッターは飯田。ショートに回った石毛、よく取りましたが内野安打。ツーアウト満塁と西武のピンチが続きます。2番土橋、ここはルーキーの新谷がよく抑えました。ヤクルトのリードは1点です。防戦組だった西武は6回、相手エラーとフォアボールでランナー2人が出たところで代打に鈴木健を送ります。ヤクルト3人目は金沢。このシリーズ4打席目にして初ヒットが逆転スリーランホームラン。西武6対4とこの試合初めて2点差とします。ヤクルトがその後1点差として7回、ハウエル。西武5人目の香取からでした。調子どうこうというより一生懸命だったというハウエル、シリーズ2号のホームランで6対6の同点。激しい打ち合いで勝敗の行方は全く分からなくなりました。さらに今日ラッキーボーイの橋上がヒットで出て盗塁。8番パリです。なんとこの試合5回目の逆転、ヤクルト7対6と勝ち越します。ヤクルトは7回から登板した伊藤が9回2アウトまで取りましたが、2番大塚にフォアボール。3番秋山は今日ノーヒット。ライトセンター間、中継プレーの隙を突いてファーストランナーの大塚が一気にホームを狙います。自慢の俊足を生かしたファインプレー。西武土壇場で7対7の同点に追いつき、このシリーズ3回目の延長に入ります。そして延長10回のヤクルト、先ほどライトを守って大塚のホームインを目の当たりにした畑。西武のマウンドは抑えの切り札6人目の塩崎。日本シリーズ史上まれに見るシーソーゲームに決着をつけるサヨナラホームラン。ヤクルトが第
第1戦と同じような劇的なサヨナラ勝ちで対戦成績を3勝3敗のタイとし、優勝は第7戦に持ち込まれました。ヤクルト岡林、過去2戦同様、岡林はキレのあるボールで西武のクリーンアップを完全に封じ込め、強力西武打線を無得点に抑えます。一方、西武の先発は今や王者レオンのエース石井。4回先頭の飯田がレフトへ、この当たりをレフト阿部が後ろへそらし、ツーベースヒットとしてしまいます。続かないは3球目をピッチャー前に送りバント。このピッチャー石井が一塁へ悪送球、ボールが点々とする間に飯田がホームベースを駆け抜け、ヤクルト西武のミスから先制の1点を奪います。一方、岡林に抑えられていた西武、7回エラーと敬遠でツーアウトながら1、2塁と同点のチャンス。バッターは石井、粘った末の6球目をセンターに、センター飯田グラブに当てるんですがあと一歩届かず、レッドラーデが帰り、ピッチャー石井のタイムリーヒットで西武が1対1の同点に追いつきます。その裏のヤクルト、昨日セーナーホームランを放ったハトのヒットなどでワンアウトフルベースと絶好のチャンスを迎えます。ここでピンチヒッター杉浦が告げられます。杉浦は石井の速球にバットを折られながらもセカンドへ、前進守備の石井が抑えてホームへ、キャッチャー伊藤ジャンプしながらもホームを押し、西武堅い守りでピンチをしのぎます。1対1目の延長戦に入ります。10回表西武、先頭バッター辻井、カーブ、サード強襲、ロングヒットになる。ツーベースヒット、2番大塚決めるときはこの人確実です。西武シリーズ通算犠打14となって新記録を作りました。ワンアウト三塁でバッターは秋山です。大きな場面が来て秋山に対しての勝負だったんですね。これ勝負だったんでしょうね、はい、ですけども完全な勝負っていう感じでもないような配球したんですね。と言いますと、まずボールから入ってきます、インサイドへね、はい、これはもう完全にボールでいいっていう要求だと思うんですね、古田の要求は。次のボールもですね、どうなんでしょうか、この実際の勝負のような気がしますけど、これ完全にボール投げるんですね、はいはい、この時点でね、秋山とは勝負しないんじゃないかという気持ち持ってたんですね。次のバッター清原はもうベンチで奈良原ですからね、まあ代打ということも考えられますけども、はい、でこの3球目がね、いいスライダー投げて空振りを取るんですね、はい、今のどうなんでしょうか、見送りはボールのようなそういうスライダーだと思うんですけどね、うん、歩かしてもという感じでというのは春川さん一番難しいんだそうですね。そうですね、歩かすなら歩かす、勝負するなら勝負するという方が、でもこれ勝負だと思いますか。はい、ワンツーから、これヘッドの要求かですね、来ましたね、飯田の方ですが、勝ち越しのホームインで延長10回表西武が1点を挙げました。は点を取るバッティングだったということなんでしょうね。ですけども簡単に外野フライとは言うもののですね、はい、なかなか打てるもんじゃないんですけども、うん、今日は意外とこう同じボールで攻めてたケースがあったもんですからね、はあ、スライダーだった、ね、スライダーですね、まあ、これはだけどやっぱりよく打ったと思いますよ、はい、うん、10回裏ヤクルト、このシリーズ3回の延長戦はいずれもヤクルトが勝っています。3番古田、2-1からサードゴロ、4番広沢も2-1からショートゴロ、5番パリです。迎えたところで全選手が前の方に出てきます。パリです、 2-2 といずれもストライク先行で、最後は石井のベストピッチでした。進化
川三振。試合終了2対1、西武優勝。延長戦あり、サヨナラあり、打撃戦あり、投手戦あり、見どころたくさんでファンを魅了した1990年日本シリーズを制したのは西武ライオンズ、3連覇達成です。苦しかったですね、この戦いは。もう本当にどうなるかわからない、一つ間違えればもうどっちに転ぶかわからないゲームばっかりでね、たまたまうちがラッキーな部分が多くて勝ったと思います。本当にありがとう。さて今森監督のご挨拶が終わったところです。ご選手たちはゴーグル組あり、そしてネジ鉢巻きありということで、もう準備は万端、今から日本一の乾杯が始まります。ありがとうございました。まもなくビールというのは